攻撃の6時間前に流されたコッチ艦隊長の艦隊放送をストラットコムが解読した。ラジャー艦隊長、続けてください。しかもザ・フロントは征服を始める。これより我々は地球の権威と影響を根絶やしにする。我々の世界は生まれたばかりだ。奴らは死にかけだ。解放など生ぬるい。壊滅させてやろう。奴らの街はその歴史と共に燃え尽きる。アースエタルの連中は我々の世界を奪うまで止まらないだろう。これは最後の抵抗になるかもしれない。わかりました。修理の報告です。ハンガーが復旧しました。いいぞ。俺はこれから戦火の報告に取り掛かる。イーサン、軍曹の報告書の手伝いをしろ。イエスサー。俺一人でできる。そうだろうな。命令だイーサン。承知しました。あの二人が一緒の時間を作ったのか。見れないのが残念だ。俺はオマーにかける。私はイーサンだ。敵のエアシップに乗ったのか。肯定も否定もできないボス。イエスと受け止めよう。言うまでもなくイエスだ。新たな歴史の幕開けだな。上に行こう。レイエス、見せたいものがある。やり通す方法はいくつかある。行ってみろ。タッグチーム戦術で奴らを阻止するか。または Z デフに切り離され、我々は二度と戻れないだろう。必ず帰ってみせるよ。ソルト、分かってる。キャプテン、翔さん、ゲートウェイでの戦闘のニュースが入っています。よければご一緒に。やめておく。ニュースがないのがいいニュースだ。席に座れ、静かに。これは見物だ。セットデフが見てればいいんだから。私らを地獄に落とせ。静かに、始まるぞ。ムーンゲートウェイハーバーを奪還し収集しました。ルナーポートは地球との間で乗客と貨物を運ぶ主要ターミナルで、ゲートウェイコーストガードと海軍の精鋭スカーチームおよび UNSA 海兵隊との共同作戦により、セットデフは全面的な撤退を余儀なくされました。いいぞ海軍。 UNSA 報道官のレネイジハンが逃げ出しやがった。脱退しました。 UNSA 行け。リトリビーションタイガース。長い一日になるな、フィーバー。6時間やっても12時間休んでたら片付かないからな。キャプテンが指揮を取る。舵を左へ、進路270。イエスサー。情報に関する続報は。マック、少し見せてくれないか。キャプテンの準備が良ければいつでも。キャプテン、イーサンのハッキングで得た情報が実を結びました。宝の山ですよ。これは何だ。あれがリトリビューションとタイガース。他はセットデフです。敵の船だ。 SDF の艦隊に属するあらゆる船を追跡しています。命令があればいつでも攻撃できます。キャプテン、レーダーが新たなターゲットを捉えました。敵船4隻を追跡中。さあどれを攻撃しますか。三角形が交戦可能なターゲットを示しています。一つ選んでください、キャプテン。ご命令を、中佐。ギャラクシアスには連中がエウロパ付近で盗んだ兵器がある。奴らは複製を作るためエンジニアを誘拐した。救出も最大限努力はするが、兵器の回収が最優先だ。イエスサー。チーフ、使えるものは何でも利用しないとな。わかります。以前私も同じ立場でしたから。マック、キャプテンだったのか。なぜキャリアを諦めたんだ。私は間違いを犯し司令官を辞めました。それを今も悔いています。よくわかるよチーフ。
人に戦闘を命じることは誰にでもできることじゃない。キャプテン、今私は機械を管理し、あなたが我々を指揮しています。ソルザー少佐はすでに飛び上がっています。ハイオフが落ち着いてます。グッドハンティングキャプテン。フィーバー、ガッシュ、準備はいいな。問題ない、いつでも行ける。ブルックス、スカーは準備できてる。キャプテン、